サーマス・サーマファラスの 30S サブユニットの分子構造。タンパク質は青で、単一の RNA 差はオレンジで示されている。16S リボソーム RNA とは、シャインダルガの配列に結合する原核生物リボソームの 30S 小サブユニットのコンポーネントである。この RNA をコードする遺伝子は 16S な遺伝子と呼ばれる。16S な遺伝子は、 リボソームという生物の本質に関わる機能を持つ RNA であるため配列の保存性が高く細菌や個細菌といった幻覚生物の間で高度に保存されている。そして機能変化に伴う遺伝子の変異がこれからも起きる可能性が極めて低い。すなわち遺伝子配列の進化速度が遅いことから信頼できる分子時計として利用できる。また、 遺伝子の長さが適当に長く、系統解析を行う上で十分な情報量を持つ。さらに、比較的変異しやすい部位も存在し、禁煙な種でも比較が可能である。これらの特徴から、特に微生物系統学の分野において、この遺伝子配列は、系統進化解析によく利用されている。カール・ウーズとジョージ・イー・ォックスが1977年に、 系統学に 16S ナを導入した。深核生物の場合に対応するものは 18S ナな,なので、まとめて、リボソーム小サブユニット RNA 系統解析と呼ばれることもある。16S ナは 23S ナと相互作用する。この RNA 複合体は構造上、リボソームタンパク質の位置を決める足場として機能する役割を持ち、 二つのリボソームサブユニットの結合を支援する。三末端には、メッセンジャー RNA のオーガスト開始コドンの上流に結合するシャン・ナルガ側の配列の双方差が含まれている。16SRNA の三末端は、タンパク質合成の開始に関与する S1 及び S21 タンパク質に結合する。1492残機及び1493 残機でアデニンが並んでいる箇所を A サイトと呼ぶ。この A サイトのアデニンが持つ N1 原子とメッセンジャー RNA 骨格の2つの大きなの間に水素結合を形成し、正確なコドンマイナスアンチコドンのペアリングを安定化している。16S マの二次構造。文字は全ての原核生物の保存的ヌクレオチドを示し、アスタリスクは最近。 コサイキンにおいて保存的なヌクレオチドを示す。他のすべてのヌクレオチドはドットで示される。ドメイン I は5末端ドメイン、ドメイン2は中央ドメイン、ドメイン3は大きな3末端ドメイン、ドメイン4は小さな3末端ドメインに対応する。最近の 16S 内電子にはリボソーム小サブユニットの二次構造に関与する9つの超過変領域が含まれており、 これらの長さは約30から100円期待である。保存の程度は超過変領域間で大きく異なり、より保存された領域は、門や綱といったより、高レベルの分類法に利用でき、一方で、保存度の低い領域は属や種といったより、低レベルの分類に利用される。16S な配列全体をシーケンスすることで、全超過変領域の比較が可能になるが、16S な、 は、約1500円機の長さを持つため、多様な細菌群集をまんべんなくシーケンスするには、費用がかかってしまう。そのため、細菌総解析のような研究では通常、イルミナ社製のゲノムシーケンス技術を利用しており、454パイロシーケンスやサンガーシーケンスよりも、それぞれ約50倍、12000倍ほど、安価にシーケンスすることができる。しかしながら、 イルミナ社製 C 検査では75から250塩基のリード長しか得られないため、最近層サンプルから1 6 s 内電子配列を完璧に組み立てることはできない。一方で、超可変領域は、その短さのため、イルミナ C 検査を1回実行するだけで、配列解析を行えるため、この超可変領域は、近層解析における理想的なターゲットになっている。 16S な超過変領域は細菌系統間で大きく配列が異なる場合があるが全体としては 16S な電子は深刻生物よりもよく均一性を維持しているためアライメントが比較的容易である。さらに 16S な電子には超過変領域間の高度に保存された配列が含まれているため異なる分類群にわたって同じ超過変領域を確実に PCR 増幅できるユニバーサルプライマーの設計が可能である。すべての細菌系統をドメインから種にわたって正確に分類できる超過変領域は存在しないが特定の分類レベルをほぼ確実に予測できるものもは知られている。多くの均相解析研究では完全な 16S 内電子と同程度の正確性でモンレベルの系統解析を行うことができる。 V4 超過変領域を選択することが多い。保存度の低い領域は工事の系統分類には不向きであるが、例えば特定の病原体を検出するような用途でよく利用される。2007年にチャークリボーティラが発表した研究では、どの超過変領域が疾患特異的かつ広範な圧生に利用できるかを調べ、様々な病原体の V1、V8 領域を報告している。 また他の研究では、病原体の属の特定には、V3 領域を利用することが最適であり、炭素銀を含むテストされたすべての CDC 監視病原体においては、V6 領域が種の区別に最も高い正確性を示したと報告されている。16S な超過変領域をベースとした配列解析は、細菌系統の分類学的研究にとって有用であるが、 ごく近縁の種同士を区別することは困難な場合がある。例えば腸内細菌化、クロストリジウム化、およびペプトストリプトコッカス化では主管で 16S 内電子全体の最大99%の配列類似性を持つことが知られている。この場合、主管細は V4 配列中のほんの数円基にしか出現しないため、特に低レベルの分類において、 参照データベースに基づく手法では確実に分類することが困難である。また、利用する超可変領域の数を絞るほど、禁煙な分類群の違いを観察できなくなり、サンプル全体の多様性の過小評価につながりうる。さらに、最近のゲノムは多様な V1、V2、V6 領域の配列を持つ複数の 16S な遺伝子をマルチコピーで保持する場合がある。 これらの理由から 16S などの超過変領域に基づく解析は細菌種を分類する完璧な方法とまでは言えない。しかしながらこのような欠点がありつつも現実的には細菌群集研究に利用できる最も有用なツールの一つとして今日利用されている。16S の配列を解析する際はユニバーサルプライマーを用いて PCR による増幅を行い得られた 増幅産物をシーケンスする方法が一般的である。シークエンシング反応を行わなくても群衆構造の解析が可能なダッチ法や顕微鏡で直接観察できるフィッシュ法などの広い応用範囲も知られている。かつては制限構想を用いた RFLP などが使用されていた。最も一般的なプライマーペアはワイズバーグらによって考案された。 27階から 1492R と呼ばれているセットである。一部のアプリケーションでは、より短いアンプリコンが必要になる場合があり、例えば、チタンケミストリーを使用した454シーケンスでは、V1 から V3 をカバーする、プライマーペア27階から 534R が、よく選択される。また、27階ではなく8階が使用される場合も、多い。 この二つのプライマーはほぼ同じであるが27回は C ではなく M を持っている。16S 内電子配列には高度に保存されたプライマー結合部位に加えて複数の超過変領域が含まれており、この領域の延期配列を利用することで最近の系統的な同定を行うことができる。現在、16S 内電子配列シーケンシングは 表現系をベースとした細菌同定法に代わる迅速で安価な代替手法として医学の分野で広く普及している。また、細菌の識別のみならず完全に新種な系統の発見や系統関係の細分類にも利用されている。未培養系統の新種記載においても利用される。次世代シーケンシング技術を活用することで、 数千の 16S な配列を数時間程度で解析することが可能になっており、例えば腸内細菌層のメタゲノム研究などに利用されている。細菌が持つ 16S な遺伝子配列は一つとは限らず、複数の 16S な遺伝子がゲノム中にマルチコピーで含まれることが多い。また例外として、一部の高熱性個細菌には16、 S, S 内電子中にイントロンが含まれており、ユニバーサルプライマーのアニーリングに影響を与える可能性がある。また、サンプル中の深刻生物に由来するミトコンドリアや葉緑体が持つ 16S ナも PCR で増幅されることがある。また、ユニバーサルプライマーを用いた群衆構造解析は、環境中に存在している 16S ナをすべて増幅してしまうために、 生存個体のみならず死亡して要禁したような RNA の残骸をも増幅し得る。進化が垂直伝達によって駆動されるという過程の元では 16S 内電子は種特異的でアルミナスことができ、原核生物間の系統関係を推測する確実な遺伝的マーカーであると長年考えられてきた。しかしながら研究が進むにつれ、 これらの遺伝子においても遺伝子水平伝達が発生していることが分かってきた。このような遺伝子の手に性は特別な大腸菌の遺伝子システムを用いた実験的によって確認もされている。すなわち、大腸菌が本来持つ1 6 s 室内伝子を結出させ、大腸菌とは門レベルで系統が異なる生物種由来の外来1 6 s 室内伝子を導入したところ、 変異株として増殖することが示された。このような機能的互換性はサーマスサーモフィルスでも確認されている。さらに T サーマファラスでは完全な遺伝子導入と部分的な遺伝子導入の両方が観察された。部分的な導入としては縮子と外来細菌の遺伝子間で明らかにランダムなキメラが自発的に生成されていた。従って 16S な遺伝子は 垂直遺伝と水平遺伝子伝達を含む複数のメカニズムを通じて進化している可能性があり、特に後者については今まで考えられてきたよりもはるかに高い頻度で発生している可能性がある。16S の遺伝子はほぼ全ての微生物に存在し、適当に配列変化が起きるため、微生物の系統分類と同定に利用されてきた。ほとんどの細菌及び 古細菌のタイプ株が持つ 16S 内電子の配列情報は NCB などの公共データベースから入手できる。ただし、これらのデータベースに格納された配列は品質が検証されていないことがよくある。そのため、16S な配列のみを収集する二次データベースが広く使用されている。使用されるケースが多い有名なデータベースは以下の通りである。 イスバヤクラウドデータベースは以前はイージータクソンと呼ばれていた。2018年9月の時点で15,290の有効な公開名を含む62,988の細菌と古細菌の系統を含んでおり、完全な階層分類システムで構成されている。最優推定やオースイニーなどに基づいた系統関係に基づいてすべての種、 アシュが少なくとも一つの 16A スな遺伝子配列によって表されている。イスバやクラウドデータベースは、体系的に管理されており、定期的に更新されている。新しい候補種が登録されることもある。さらにウェブサイト上では、兄の計算やコンテスト 16S、クワイーム及びモザーパイプライン用の 16A スな DB といったバイオインフォマティクスツールを提供している。 ライベソマルデータベースプロジェクトは関連するツール群やサービスとともにリボソームデータを提供するキュレーションデータベースである。系統的にまとめられたリボソーム RNA 配列のアライメントや系統樹、何二構造図、およびアライメントの分析や表示をする様々なソフトウェアパッケージを提供している。シルバは小サブユニットと大サブユニットのリボソーム RNA 配列を 包括的にまとめたデータベースである。キュレーションを経たデータセットを定期的に更新している。グリーンジーンズは品質管理された包括的な 16S リファレンスデータベースである。デノーボ系統に基づいて分類されており、標準的な操作上の分類単位を提供する。現在は積極的に維持されておらず、最後の更新は2013年である。 従来原核生物の分類は、細胞の形態、分離の条件、染色法などで行っていたが、こうした表現型の形質では、系統樹上の上下関係を説明するには、至らなかった。しかし1970年代、シトクロム、フェレドキシン、コエスナなどの塩基配列をもとにした、系統分類が、分子生物学の発展とともに徐々に活発化してきた。 遺伝子の一時構造に基づく系統分類は原核生物に対して特に有効であった。カール・ウズラはリボスオムショサブユニットを構成する r n a つまり 16S ナの塩基配列を用いて原核生物の系統分類を行い、原核生物が新生細菌と古細菌という二つのドメインからなることを示した。現在、1 6スナを用いた系統解析は、 系統樹の作成のみならず、任意の環境中における細菌、古細菌の群衆構造の観測に役立っている。この方法を用いると、分離、培養が困難な難培養性の禁止を含めて、網羅的に群衆構造を明らかにできるほか、新規の菌の存在を配列解析から明らかにすることができる。ありがとうございます。